今、昭和が若者に人気らしい。いつぞやバブリーダンスなども流行していたが、あの頃の曲やレトロなファッションなど、昭和のあれこれが脚光を浴びているのだという。ということで今回は、懐かしい昭和についての話をお送りしよう。改めて昭和とはどんな時代だったのか。昭和を生きてきた皆さんは懐かしさを感じ、若い世代にとっては信じられない内容かもしれない。ぜひ最後まで楽しんでいってほしい。画像、昭和という狂気に満ちた時代。今の温室育ちキッズはこれでも昭和に憧れるんか。いくら経済的に恵まれて金あってもワイは嫌だね。ネットもないし。最初に昭和の風景として貼られた画像は、電車の中で乗客たちがタバコを吸っている様子である。喫煙者が多く、煙が車内に充満していてとても煙たそうだ。昭和のありふれた通学風景。とある映画の一場面が貼られた。駅を駆け抜けてる岐阜はなんやこれ、みんな学校に急いでんの。ビーバップハイスクールや、青制服の上等が力を示すために他校の奴らをボコボコにしてるんや。映画では手に木刀のようなものを持った学生たちが、駅の中をすごいスピードで駆け抜けていく。現実なら毎日のように事故が起きそうだが、こういう風景も昭和では実際にあったのだろうか？ワイには無理や、今が一番いい時代だわ。でも昔の方が治安は良かったやろ、今は事件や事故ばっか。ニュースや記事に並んだけで基本的に治安は今の方が上？飲酒運転で1年間で何万人止まるんだ時代があったんやで。タクシーのうんちゃん曰く、昔は交通事故くらいでは新聞にさえ載るかどうかやったらしい。マルジン事件でもよほどじゃないと全国ニュースにはならんかったとか。アホやな、少ないからニュースになるんやで。中学どころか小学校しか出ていない連中がわんさかおったんやぞ。犯罪率も今とは比較にならんわ。昔は商社ビルにテロ仕掛けるのとか普通におったんだが。今の方が平和やぞ。昔は動機が理解できるのが多くて今はわけわからんのが増えたから怖いだけや。犯罪数年々下がってる定期。数より率やろ、人口も減ってるんやから。率でも減ってるわ、っていうかまだ率に影響するほど人口減って変やろ、ええ加減にせい。犯罪率も今の4倍以上やで。昭和から現在の犯罪率の変化については、犯罪の種類によっても異なるので、一概には言えない。ただ一時的な増減はあるものの、昭和に比べ全体的に犯罪件数が減っていることは確かだ。若者はなぜ昭和に憧れるのか？この好景気ならではのお祭り感がええやん。どっちかっていうと90年代の閉塞感に憧れてるのの方が多いやろ。わいおっさんやが、昭和の小学生の頃に全校集会で校長が半年に一度ぐらい、昨日本校の女子児童が不審な男に襲われました。皆さん注意してください、というのを聞かされてて本当に怖かったわ。襲うって何って。今思うとあれは、昭和は本当にヤバい時代だった。昭和ってかバブルやろ、あいつらほんま楽々就職して遊びまくって海外でバイマルツアーとかしてたからな。そのせいか旧ソ連圏は反日多いらしいしな。バイマルツアーしてたのは農家や。男だけで海外旅行イコールバイマルツアーみたいな時代やったからそれは違うわ。貧乏やけど給料は毎年上がっていくし希望はあったやろ、多分。セクハラという概念すらなかったしな。昔は向こう側から年の近い奴が歩いてきたらお互いガン飛ばすのは基本。たまに電車の扉閉まった後反対ホームにいる奴にガン飛ばす奴もいた。ネットがないってある意味幸せやと思うけどな。治安はカメラそこら中にある今の方が断然ええやろ。昭和のお父さん。昭和のお父さん像として貼られている画像には男性が子供につけたハーネスを腕に通しパチンコを打つ姿が映っている。こんなキャッチコピーもついていた。日曜日は辛いね、休みも返上、妻子にサービス、けなげなパパたちの姿を見よ。イクメンなんて言葉がないこの時代は、男性が子供の面倒を見ることは珍しかった。けなげ？サービス要素どこ？子供はために寝転がってスマホいじってる日本全国の父親母親と同じやね。昔は椅子なかったよな。正直少し面白い。犬かな？楽しそう。今の小綺麗合戦してそうじゃないものを陰湿に叩く社会の方が気持ち悪いわ。改札の駅員平然すぎるやろ。ネットないからみんなを外で遊びまくってたぞ。昭和の歌舞伎町、こんなん歩けないやろ。街を歩く人々の風貌もかなりいかつい。リアル優雅ごとくである。大泉とミスターなんだよな。これ元画像だと横に藤村みたいなのも映ってるんだよな。ダウンタウン感。チンピラは立ち悪かったが893は儲かってる分余裕があった。ぶつかったら向こうから普通に謝ってくることも。普通にってかそれが普通や。893だからって多めに見てもらうなよ。モンタンガリアー。デパート行くぜ、おしゃれしていこう。こういう時代好き。ネットがない頃の引きこもりやキモオタとか想像するだけでヤバい。ビデオだらけなんやろ部屋。宮崎勤やな。当時のオタクの部屋ってみんなあんな感じだったんか。ドラえもんとかで普通に不良に絡まれたり押し売りが来たりするのも昭和のほのぼの風景なんやね。昔は銀行に金預ければほぼノーリスクで 5% 金が増えてたんやぞ。今では考えられん世界。
女叩き大好きの南西民でもこの辺のおっさんリアルで見たらドン引きしそう。平成元年、日本で初めてセクハラ被害を訴える裁判が起こった。ある番組ではその件を振り返って特集が組まれ、当時の週刊誌を例に取り上げ、いかにセクハラが横行していたかを報道している。該当のページには、セクハラを正当化したり被害者をけなすような文言が平然と並んでいる。昔は国民総意気時代やからな。陰キャに優しいのは明らかに今やろ。この時代にコロナ流行ったらどうなってたんやろな。衛生関連低そうやし。コロナは甘え。昭和のエンジニア350連勤。昭和にガラケー。2000から2008あたりやろ。小泉政権下で猛烈社員のノリのままアルバイト待遇してた時代や。マッカーサーがガクルはジューコフとやり合うはヤバすぎんだろ。東京五輪まで単壺とかいうのがあったらしいな。小学生でビーバップ見たら中学校上がるの恐怖しかなかったわ。中1の時ビーバップ見に映画館行って、喧嘩になった時の逃げルートみんなで確認してから入ったのは良い思い出。実際は何もなかったけど、街に行けば必ずゴロつきおったな。この時代の人たちって余裕でまだ生きてるんよな。社会の価値観って急激に変わるもんと驚かされるわ。交通事故数やばかったんやろ。昭和なら警察に捕まっても祝い事があったといえば許された時代。平成初期まではビール一杯なら飲んでもいい時代やからな。次の画像は、昭和から令和までの交通事故で亡くなった人の推移を表したグラフである。昭和24年には4000人に満たなかったマルシャ数が、昭和45年には1万7000人近くにまで増えて過去最多。そして令和2年には3000人以下と過去最少になっている。マルシャ数でこれや、負傷者括弧軽傷から脳震盪や足切断含むを入れるともっと跳ね上がる。やばすぎでしょ。年間16万人はあかんやろ。63年から平成5年くらいまで何上がっとんねん。車が安くなった。モラルがないだけやん。正直平成末期から令和にかけての若者になりたかったよな。社会への遠征感しかないから微妙やで。30年で急激に平和になったよな日本。ぶっちゃけバブル崩壊後も今よりなんかバブリーというか贅沢な暮らししてたよな。一茂の学生時代とかバブル崩壊直後だけど今より裕福そうなエピソードばっかやもん。崩壊直後の平成初期くらいはそのうち景気も戻るやろって感じでまだバブリー。あれ、これもう戻らんのとちゃうかってなってから本格的に萎縮した。物の質は今の方が全然高いやろうけどな。今は安くてそれなりの物が手に入るからブランドの価値が低下してる時代。小学生が身の代金目当てでさらわれて丸されるのが普通に年一くらいであった時代やな。身の代金誘拐事件ってほんまなくなったな。身の代金誘拐と北朝鮮拉致が普通にあったもんな。現在、身の代金誘拐は電話の探知システムや防犯カメラの発達などにより成功率が低くなっている。しかし、時代の変化とともに犯罪がより巧妙に変化していっているのも悲しいが事実である。仁義なき戦いがドキュメンタリー映画なのくさ。昭和って部活動とかかつての PL みたいなのばっかやったんやろ。平成初期までは体罰あるのが普通やったし、ドラマ中学生物語で教師が生徒丸めるのとかやってたからな。昭和生まれはこいつらで締まるってたってマジ。このお三方は言うまでもなく、昭和を代表する大スターである。権利の関係上お顔は隠させていただいたが、髪型が古いこと以外は今見ても美人で可愛い。実際動いてるの見るとちゃんと可愛い。メイクと髪型の有効なんやな。昭和のグラビアって肉感あって生々しい感じなんやってな。今のグラビアは女にも見てもらうために爽やかな感じのが多くなったとか。好きな子に電話するときにその子でなくて親が出たらどうしようかとか緊張感を持って電話してた時代。わかる。親出た場合を頭の中でシミュレーションする。22時がデッドラインだった気がする。携帯電話のない時代、相手の声を聞くには自宅に電話するしか方法がなかった。相手のご家族が電話に出るかもしれないというあのドキドキ感は忘れられない。何？ウプ主の年齢は聞かないでほしい。今の時代の方が絶対いいよな。無料コンテンツが充実してるし、なんでそんな若者が絶望感じてるのかわからん。ネット見ちゃうとどうしてもね。暴力と不潔さに寛容やったから絶対に今がええで。Y のおばあちゃん大正生まれで平成まで生きてたけど本当にすごい時代生きてたんだな。もっといろいろ話を聞いておけばよかった。戦争の話も少ししか聞いてないわ。戦争の話聞くと嫌がるかと思わせて笑いながら聞かせてくれたわ。ああいうのは経験者の声大事よな。ガダルカナルにおったくせに嬉しそうに戦争体験話してたウヨジジイやったな。北朝鮮で編成されてフィリピンで全滅してアメリカの刑務所におったとか自慢するのもおったわ。うちのじいさんシンガポールで赤痢になった話と洪水で流れてきた豚を現地民と一緒に食った話を笑いながらしてたわ。もっと聞いとけばよかった。ワイの青春。これが青春なのか。これはボタンを押してボールを操作しゴールに入れる、昭和で大ヒットしたゲームだ。数年前から令和復刻版として再発売されている。
昭和は交通事故で丸車が多かった。だから漫画でも子供の丸インは交通事故。平成の今は安全と思ってたら、平成の間もめちゃくちゃ交通事故丸車数減ってるんだな。先ほどとほぼ同じグラフだが、このように平成の初めから現在にかけて、人が亡くなる事故は減り続けていることがわかる。若くしてバイク事故丸は英雄扱い。なんでやろね、飲酒運転厳罰化したからかな。そりゃ安全装備もどんどん開発されてるし、道路事情も改善されてるし、運転手の意識向上以外にも事故が起きにくいようになってきてる。車の安全装置とシートベルトやろ。なるほどな、シートベルトだけでもだいぶ変わるか。昭和は土曜日もフルで仕事してたんだよな。ハンドンやぞ。ハンドンとは、午前中で仕事や授業が終了し午後が休みであることを指す。週休2日制が始まる前は、会社も学校も土曜日ハンドンが多かった。あんまり中国の衛生観念はバカにできないんよな。日本もあんなもんやったんや。でもなんやかんやここにいる昭和のおっちゃん J 民は考え方切り替えながら現代生きてるんやろ。普通にすごいと思うわ。Y だったら諦めきれんと思う。昔はクレシンのヒロシやサザエさんのマスオが普通に立ち会ってるシーンあったよな。ヒロシはタバコも吸ってた。治安や物理的な安全性の面では昔より今の方が圧倒的に良くなっとる。例えば公園の遊具なんて危ないから撤去されまくっとるし、交通事故もどんどん減っとる。ただ、スマホやら SNS やら、あとは経済的な豊かさといったような精神的な健康さの面で言えば昔の方が希望が持てたってのもあるんちゃう。というか平成の半ばまで飲酒運転してもごめんちで許されてたのやばない？ヤンキーが絡んでくるから気軽にデートできない時代やったわ。というか昭和って長すぎだよな。今32歳ぐらいでもギリ昭和生まれなんやろ確か。2024年現在、昭和生まれで一番若い世代は35から36歳だ。昭和64年は1月1日から1月7日までの1週間のみ。そのため同じ年でも1月7日までが誕生日の人は昭和生まれ。それ以降は平成生まれということになる。ジッポはプレゼントの定番アイテムだったな。この時代って男尊女卑の文化まだ残ってたの？家で育児家事に専念するという意味では女らしい生活をしていたから女は守られてた。一つ言うなら男女問わず人権なんて軽視されてたから基準が低すぎる中での守りや。1975年（昭和50年）、政令指定道路区間で、51cc 以上のバイクのヘルメット着用が義務化。1978年（昭和53年）、すべての道路で 51cc 以上のバイクのヘルメット着用が義務化。1986年（昭和61年）、原付も含めたすべてのバイク、すべての道路でヘルメット着用が義務化。昭和50年まで高速道路ノーヘルバイク走行行けたの草。終戦直後に実地は宮崎の沖縄部落で焼酎密造して生活してたとか、バッパは大阪梅田の闇市に行くのが楽しかったとか、昭和って意外と短いよな。昭和は世界恐慌や満州事変、また第二次世界大戦などの歴史的な出来事がたくさん起きている。遠い昔の話のように感じるが、そこから元号が2回しか変わっていないことにもまた驚きである。こんなリーゼントがうろうろしてたらしい。こんなのはおしゃれだよ、竹丸さんみたいのが怖かった。日本海側の年寄りが神隠しがあったとか言うとったけど普通に拉致やろあれ。昭和は凶悪事件が多かったイメージやな。それでも外国に比べたら治安がいいって言われてて外国ってどんだけやべえんだ。長野会長閉まる事件とかマスゴ丸がライブ中継してたしな。男、パワハラ当たり前、過労丸しても問題にならず、労災どころじゃない危険な現場だらけ、女、セクハラされるの当たり前、強丸される危険性月光、事件に巻き込まれる可能性月光。そう考えるとマクマとパッパはすごかったんやな。飲酒運転は当たり前だったし、それで丸坊事故起こしても今みたいに大騒ぎにならんかったのは不思議やな。飲酒運転は当たり前やったが事故起こしたら近所に住めなくなる程度に叩かれてたぞ。要はしくじるやつがアホや理論でやってたんや。小学生が裸で乾布摩擦してたんやろ。せやで、というか川で普通にパンツ一丁とかで泳いだりしてた。小学生ぐらいなら男女一緒にプールの着替えしてたわ。ネットパソコンは愚かファックスすらもない時代のサラリーマンっておままごとみたいな仕事しかしてないよな。電話して飲みに行くのか仕事や、今の大手と大して変わらん。営業マンなんかは取引先の社長の靴舐めるはコーヒー頭からぶっかけられるわが普通だったらしいぞ。真面目に人権意識低すぎひん、男なんて仕事における消費物的存在やんけ、丸塗って意味で。ここで貼られているのは、広島カープの選手たちが飛行機から降りてくる場面である。全員お揃いの白スーツに黒の解禁シャツ、サングラスや、金のアクセサリーを身につけている選手もいるようだ。このあまりに迫力のある姿は、SNS でも一時期話題になっていた。この絹笠ほんまかっこええわ。不良漫画みたいな丸揃われた学校がそこら中にあったんやろ、ファンタジーにしか思えん。学校の廊下を原付が走ってたからな。
廊下を二血して金属バット肩に担いで乗り回してるやついたな。なぜか腕にハーゲンクロイツの腕章つけてた。でもやることはせこくて金属バットで女子のスカートめくり回ってた。荒れてる学校だった。ガキツカデータオが真似したの好き。そもそも大学生が火炎瓶投げてた時代やからな。今そういうことしてた奴らが偉そうな顔で最近の若者はって説教してくるんや。ファイナルファイトかな。安保反対とか言ってエリート層ほど火炎瓶投げてた時代や。労災の丸坊数も昭和だけじゃなく平成の間も減り続けてる。この図は建設業と全産業の労災件数を表したグラフである。棒グラフは丸照射数、折れ線グラフは丸棒射数を表しており、それぞれ昭和28年から令和2年までの変化を見ることができる。事故の件数は昭和35から36年がピークで、その後多少の変化はありつつも、全体的に減り続けている印象だ。なんか丸照は伸びてきてないか。これは河川の全産業丸棒って50万以上の時期あったって読み取ってええんよな。ちょっと信じられんわ。左のメモリは棒グラフの丸照射や、丸棒の線グラフのメモリは右側。事故件数がピークの年の丸棒射数は約7000人、丸照射数は約50万人となっている。でもバブル時の CM は最高だったとかいう風潮ある。コカ・コーラとかパイオニアとかな。昭和の甲子園。もはや盗撮とは呼べない堂々っぷりである。同じ人間とは思えん。昭和の甲子園。こちらもミニスカートの女性に近距離でカメラを向ける男性たちの写真だ。信じがたいのだが、記事にはこの様子についても好意的に書かれている。社会全体での意識が今と全く違っていることがわかる。すごいな、今こんなのやらかしたら大会中止になるレベルやろ。こんなん可愛いもんやろ。戦闘とか修学旅行の盗撮が闇じゃなくて普通に売られてたし。戦後のヤバさはすごい。電車の乗客を米兵が狙撃する事件が起きたり。なんで現代は治安が悪いだの言われてるんだろ。自分でそういう情報に触れに行く人には関係ないな。性犯罪なんて昔より相当少ないはずやけど。文明の進歩よりルールが増えていくことが恐ろしいわ。映画デモリッションマンの世界が近づいてる。ルールが増えるのはしゃあないやろ。電車のキセル乗車だってスイカとかだとまた別の要件になるから。電子計算機使用詐欺罪とかが追加されたんやし、発展とともにルール増加は逃れられない。昭和晩年は普通に野良犬がおってマジで怖かったわ。いつの間にか全く民謡になったな。またか。昭和40年代頃までは特に野犬が幼児や家畜を襲うなどして頻繁にニュースになっていたという。その後様々な対策が行われ、今では野犬を見かけること自体少なくなった。ぶっちゃけ昭和を生きたおっさんが幅利かせてる時点で世の中そんなに変わらんやろな。やべえやつはみんなの記憶に残る。空気なやつは周りに害を与えてるわけじゃないのに誰の記憶にも残らない。今はそういう時代。昭和の荒れ具合と比較すると最近の若者は悪さする元気もない感じあるわ。次のレスでは、昭和と平成で起きた主な出来事の年表を見ていこう。まずは昭和から。昭和時代さんめちゃくちゃ。まずは戦前戦後の昭和の様子から。太平洋戦争後は昭和28年のテレビ放送の開始。昭和33年東京タワー完成。そして昭和39年の東京五輪が目立つ。また、戦後の重化学工業が急激に進んだことによる、四大公害病が社会問題にもなった。世の中の便利さと引き換えに、今も後遺症に苦しむ人たちもいる。続いては昭和後期だ。人類の宇宙進出、小笠原諸島や沖縄の返還など、明るいニュースをはじめ、中東での戦争やオイルショックもあり、大混乱である。一方の平成さんふっかふか。このあたりになると記憶に残っている人も多いだろう。年数が倍ほど違うので件数に差があるのは当然としても、昭和は歴史的に大きな事件が多く、激動の時代と言える。経済的に波はあれ、日本では大戦がない分、昭和と比較すると平和な印象を受ける。スリーマイルすら乗ってるのに福島原発事故は乗せないんだな。昭和生まれってまだ存在するん？君今まで親に会ったことないんか。昭和通過戦後から90年代ぐらいまでって世界もいろいろヤバい時代だったよな。米ソ冷戦時代やからな。正直これぐらい血気盛んやったからこそ日本を交流できたのもあるやろ。今のルサンチマンに支配された若者じゃ日本はダメになるのが目に見えとる。日本が栄えたのは政治方針と時代がうまくマッチしたからであって血気とか関係ないぞ。ダメにしたのもその昭和世代やろ。自分たちさえ良ければいいの精神で逃げるつもりやん。せやかて24時間戦い続けるの大変ですやん。下からの押し上げが弱すぎるからやで。どんなに不景気だって、恋はインフレーション。こんなに優しくされちゃみだら、明るい未来に就職希望だわ。日本の未来は、ウォー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 、世界が羨む。イエ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 イ、恋をしようじゃないか。ウォー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 、ダンス、ダンシンオールオブザナイト。もうこの歌聞くと日本人として恥ずかしくなってくるわ。この曲はモーニング娘。のラブマシーン。
視聴者の皆さんも、歌ったり踊ったりしたことがあるだろう。この時にはもう陰ってたというせめて元気くらいだそうよって歌やからな。昭和よりも平成初期に生きてみたかったわ。過渡期でいろんなことが起こってて面白そう。治安もヤバそうやが。わかる、ダウンタウントンネルズうんなんとか90年代やし、ポケモンや遊戯王もプロ野球も日本時代のイチロー、松井やらみたいし、競馬も90年代からみたい。バブル時代の就活、内定2桁以上はザラ、圧迫面接どころか接待されることも、説明会に顔出すだけで交通費として万札もらえるから一度東京に出て会社巡りするとそれだけで10万以上稼げる。底辺高校にすら大量の採用募集が来てたらしいからな、万一民間行けなくても公務員に楽々就職でもしか先生なんて言葉があったぐらい。大学3年生やがわいの親はバブル期就活だから羨ましいわ。内定もらいすぎないように大学から言われてたらしい。就活の様子はその時期の経済状況をよく表している。昭和では戦争やその後の高度経済期により売り手市場になったり氷河期が訪れたりと大きい変化がいくつもあった。当時の就活エピソードがあればぜひコメントで聞かせてほしい。てか日本映画に関しては昭和50年代ぐらいまでのがめちゃくちゃ面白い。その頃だとアイドル主演の作品でも無駄にリアル感あったし、今の邦画とは全くの別世界やわ。なんでこうなったんや。おかげで邦画は昔から丸そって言われとるし、既得権益化しても宝やろな。ガチオークションで才能発掘してたから昔のアイドルと今のアイドルじゃ次元が違うし、脚本とか演出とかも無茶苦茶やるやつだけど作る作品はすごいみたいな人がちゃんと採用されてた時代や、今の出演者からスタッフまでコネで揃えるような時代とはそら違うわ。大気汚染、やりたい放題の左派右派集団、大量の丸人事件&行方不明者、交通事故丸1万人超え、タバコ酒は嫌でも避けられない、ワイには無理やな。郊外もなかなか丸そな話やわ。親戚の実地がお前最近暇してるやろ、ならもう一人作るべとか言ってバッパに子供仕込んだらしい。深夜に普通にエロ番組が流れてたという良き時代でもあった。これはほんまにいい時代あったと思うわ。確か20年ぐらい前までは衛星放送とかで夜10時ぐらいからわけのわからんエロい映画流してたからな。まずテレビでエロを入手しようとかアナログすぎやろ。何がええんやほんま。昭和の戦前生まれ、100人に15から10人の赤ちゃんが1歳になるまでに丸に増す。1965年、昭和40年生まれ、100人に2人の赤ちゃんが1歳になるまでに丸に増す。令和生まれ、100人に 0.2 人の赤ちゃんが1歳になるまでに丸に増す。良いも悪いも自由、悪人善人の方よりも激しい時代、それが昭和。同調圧力は今の日じゃないから自由ではないやろ。貼られた画像はスケバンと呼ばれる人たちだ。 YouTube では未成年のあれこれはアウトなのでフルモザイクだが、気になる人は元スレの390のレスをチェックだ。聖国と発しますは関東です。好き、いくらカッコつけても名前がこついてるから昭和感すごい。ソンベとかタンベとか朝鮮を使ってるの草、韓流ブーム系。全裸監督みたいな昭和末期ってマジなの。エマル本屋に行くと合言葉で裏が出てくるとか、大人のおもちゃ屋で店員さんと仲良くなったら無修正のビデオ売ってくれてたし、無修正のカレンダーまでもらったわ。昔の邦画は映画会社が主体で作ってたからな。俳優もそれぞれの会社に所属するスターがいた。今は芸能事務所とテレビ局の権限が強すぎる。いやわいはマジで今の方が生きやすいと思うで。ネット普及してるから若いうちから視野も広くなるし、病気も治るし治安もいいし多様性だし。でもその分孤独なんちゃうかな。昔は人と人のつながりがうざいくらいに濃かった。すげえ楽しそう。昭和生まれのジジイが生きってる理由これか。ちょいちょいガチなんじーみんおるな。昭和の時代を知ってるとかすげえ。国鉄民営化は大ニュースやったんよ。あとボックス席に座るとタバコ吸うおっさんが絶対にいてほんま嫌やった。今はされたくない、したくないの精神が蔓延しとるが、それじゃいかんわ。俺がやる、俺にやらせろ。邪魔するやつはぶっ丸すぐらいのパワーがいるねん。この国には。一億総中流時代やから周りと同じように生きてりゃええだけなので、その点は楽だよな。見てるだけでチマルチンのあたりがムズムズする。子供が暴れたらアウトである。日本は悪いニュースばっかじゃなくて交通事故や丸人事件も年々減っていますって。ちゃんと改善部分も報道した方が今の閉塞感と失望感あふれる現状が少しマシになると思う。閉塞感あってもネットのある今の方が絶対ええわ。馬券買うのもわざわざウィンズ行かなあかんのなんて考えられへん。なんで今は閉塞感というか定感してるというような雰囲気なんやろ。70年代の映画見てると治安悪すぎて笑う。飛行機でタバコ吸えたって話だけは今でも信じられないわ。昭和は良くも悪くもおおらかな時代だったようだ。今は多少窮屈なこともあるものの、代わりに安全を手に入れたと言えるだろう。続いてのスレでも昭和の生活について見ていこう。今では信じられない、昭和の常識。スレの初めには、昭和特有の文化といえば、というテーマで書かれた記事が貼られている。
1位から10位までがこちら。ざっとこんな感じのランキングになっているが、タバコ関連が多く挙げられている。受動喫煙を防ぐための取り組みが本格的に施行され始めたのは2000年を過ぎた頃。さらに施設の屋内が原則禁煙になったのは、2020年頃とごく最近のことである。玄関の鍵が開けっぱなしだったんだぜ。そういや昔部屋にいる時に鍵かけてたら様子見に来た親戚のおばちゃんに笑われたわ。おおらかだったのね。平成に入ってからでも電車でタバコ吸えたぜ。飛行機でタバコは平成になっても吸えてた。友達の電話番号を暗記していた。自動車のほとんどが MT 車で、エアコンはオプション扱いで標準装備されてなかった。購入した際注文すると、納車前に最寄りの電装屋がエアコン取り付ける。街で拾ったコーラの瓶を10円で買ってもらってた。正月のどこの店も閉まってたのは良かったな。今は亡き父とガランとした街を散歩したのはいい思い出だ。てか、正月に働かせるなよ。イオンとコンビニができてから世の中がせわしなくなったと思うのは俺だけか。セブンイレブンは営業時間が7時から23時までだったからだしな。ローソンの CM が空いてますあなたのローソンって今聞いたら意味不明だよな。賛成だ。とにかく三が日だけは店開いてはいけない法律を作ってほしい。病院と ATM だけはやる。子供の頃は正月明けにおもちゃ屋が開くの待ち遠しかったな。 ATM が動いてるのはメンテナンスしてたり監視してる IT 屋さんがいるからだろ。禁止とか規制増えすぎだ。窮屈になったわな。正月にはどこの店も閉まってたがなぜか模型屋だけは営業してた。駅で待ち合わせても会えないことがある。100円は紙幣で、その後鳳凰100円銀貨となり、稲穂100円銀貨となり、やがて銀を使用していない現在の100円となった。5円も初期は穴がなく国会議事堂5円であった。50円も穴がなく築50円、その後現在より大きい穴開き50円となり、小さくされ現在の50円となった。タバコしかねえのかよ。そう考えると昭和と平成の最大の差ってなんだろう。携帯電話の普及によるところとかもありそうだし、タバコもだし、昭和前半とかになるけどにアイコンのが主流だったり。デジタル機器の浸透かな。手書きの機械が激減した。昭和はワープロがなかったので社内の資料すら手書きだったわ。ドラえもんや漫画道場でおなじみの空き地プラスガキが入って遊べるほどの巨大な土管がそこらにあった。方向指示器が木の板。家庭訪問なくて三者面談みたいな形で親が子と学校へってケースが増えているのと、少子化で学校に給食室がなくて宅配してもらうのにも驚いた。子供が配膳するのでこぼしたりするトラブルはあったけど、昔は品数も多く、味付けも良かった。まだ戦争の影を引っ張ってた少尉軍人、生で見たわ。小学校の時の先生で片腕ない先生いたわ。しかもその片腕で殴られた。泥棒イコール唐草模様の風呂敷と口がヒゲで覆われてる。電話イコール何かよくわからないレースのやつが受話器についてる。電話帳イコール赤らわまでボタンを押すとそのページが開く。バカボンイコールおっさんのことをバカボンだと勘違いしてるのもいるが、おっさんはバカボンパパで頭の悪いほっぺに渦巻きがある子が本物のバカボン。アニメや特撮の再放送が盛んだった。スレミンからは懐かしの昭和エピソードが多数寄せられている。本当にあるあるなのか、と驚くようなものも多い。牛乳の瓶の蓋が紙で丸そ開けにくかった。洗浄不足で前の牛乳跡がついてた。それを抜くための牛乳キャップ専用抜き器具があったなぁ。懐かしい。壁を相手にゴムボールを投げてるやつがそこら中にいた。昔は遠足なんか行くと廊下に番号付きの写真が貼り出されて自分の写真番号を書いて焼き増ししてもらうわけだが、好きであったり気になる子、いわゆる夏盛りほの字組の写真も密かに書いて買ったもんだよ。小学校時代の担任が給食後に毎回教室でキャスター吸ってたわ。コーラやスプライトの1リッター瓶を売って小遣いにしてた。駅に伝言板があった。一口に昭和と言っても60年以上あるから年代によってははぁ、ってのも結構あるな。子供の時親父に連れられてパチンコ屋にたまに行ってたな。親子でそこそこ玉出してガムとか駄菓子もらって凱旋帰宅するとお袋に褒められた。家の電話は NTT からの借り物だった。電電公社と言って欲しかった。第二電電のテレカがすげえ高値で売れた。電話の権利を7万ぐらいで買っていた異常な時代。女に電話したらお父さんが出て怒られた。黒電話の受話器を置くところを何回か押すと繋がった。あと記憶があやふやだが受話器を上げた状態にしとくと見知らぬ誰かと話ができた。それでナンパして女の子と会ったことがある。黒猫から届く荷物を隣の家の住民が預かってたりした。紙があった。55歳で定年になっておじいちゃんと呼ばれた。洗濯機の側面に洗濯物を絞る手動式ローラーがついていた。野球帽をかぶった子供があちこちに。とにかく公害がひどくて、淀川から目が一つしかない魚が上がってたとか聞いたな。高化学スモッグ注意報とかしょっちゅうだとか。現在はかなり改善されたが、昭和後期は産業の発達とともに、様々な公害が発生し問題となっていた。高化学スモッグは大気汚染の一種で、目や喉、
皮膚に痛みなどが発生することがある。もし発生が分かった時はなるべく外に出ず、窓を閉めて外気に触れるのを避けることが推奨されている。子供が常にロール式の火薬をポケットに入れ持ち歩いていた。ベッタン、ビー玉遊び、缶蹴り、屋根にボール投げて落ちてくるまでに名前言って取ったりしてたな。犬の糞を避けながら道路を歩いてた。夏は32度ぐらいで猛暑と言われた。車にエアコンがない。バッテリー上がったらその辺の人がみんなで車をしてくれてエンジン押しが消してた。小学校に石炭ストーブがあった。牛乳に入れるとコーヒー牛乳になる。ミルメイクという粉の小袋が給食で出た。夕食がすき焼きというだけで近所に自慢できた。〇〇さんち今日すき焼きなんだって言って羨ましがられた。昨日俺のうちすき焼きだったんだぜってドヤ顔できた。バスも電車も床は木製だったな。コロナミンシーとか緊張とかボンカレーの看板をよく見た。ネットがないからな。朝から晩までテレビ見て寝た。買い物は近所の小さな個人経営の店でするのが当たり前だった。デパートの屋上の遊園地とかまだあるんかな。さすがにない。ナムコはそれで人も受けできたけど今あるのはサザエさんの中だけじゃね。ちびまる子でも OK。埼玉にはあるよ川越ってとこ。残念ながら、川越市の屋上遊園地はこのスレから2年後の2019年に閉園している。昭和のトイレは必ず3コール中。学校は週6だった。小中高校土曜日3限授業、共犯丼って言葉があった。3連休は年に1、2度しかなかった。学生、社会人共通。スーパーとか八百屋なんかにハエ取り紙がぶら下がっていた。トイレットペーパーがなくちり紙だった。車はフェンダーミラーが当たり前。ボンネットバスやオート三輪が走っていた。そのシートなるペラペラのレコード。学研のおばちゃんが普通にいた。テレビの上に人形が飾ってあった。左の腕の付け根に予防接種の跡がある。そのシートは録音版の一種だが、レコードとは違いペラペラのフィルムのようなものでできている。レコードに対し音質は劣るものの安く製造でき、雑誌などの付録としても広く出回っていたようだ。壁のあちこちにペナントがそこら中に貼ってある。襖とかの境目の出っ張りになぜか土産のミニ提灯が何個も飾ってある。昭和のホステスの部屋にはピースやショートホープの空箱で作った扇子が壁に飾ってた。あと、鯛の骨に糸通して鯛の鯛とかいう意味不明な幸運グッズ作ってた。足踏みオルガンの裏面がいい匂いした。プリントごっこ、あの電球が割れるのなんだったの。ノストラダムスの大予言が小学校で流行った。口裂け女伝説が日本中でブームになった。デパートの屋上には噴水ジュース販売機があった。切符は一枚一枚、駅員がハサミを入れていた。小学生の時とか体が吹っ飛ぶレベルで教師にしばかれるとか当たり前。休み時間にみんなが折り紙で麺粉を作って遊んでたこと。カラオケ、一曲ごとに金を払って分厚い本の中から曲を探してリモコンで番号を打ち込んでた。缶ジュースは 250ml が主流で100円もしていた。アニメはゴールデンの定番だったんだけどな、俺にとっては今のアニメは深夜ってのが感覚的に信じられない。これ何度目だよと思いながらも開いてしまった。当時をよく知っている世代からの書き込みも多く、当時のリアルな生活の様子を少し知ることができた。懐かしさに思わず顔がにやけてしまった。あの頃は良かった、あの頃に戻りたい、と思った人もいるだろう。古き良きものは受け継ぎつつ、現代の良さに改めて目を向けてみても良いのかもしれない。最後までご視聴いただきありがとうございます。皆さんのこれ、という昭和エピソードは何だろうか？コメント欄でぜひ教えてください。そして動画の感想もコメントいただけると嬉しいです。この動画を面白いと思っていただけたらチャンネル登録と高評価をお願いします。ご視聴ありがとうございました。